て明石がまず呼ばれました。素晴らしい決勝のタイムリーでした。明石足の痛みもまだちょっと残る中だと思いますが、そして、この人も久々の打席でタイムリーを放ちました川島慶三。もともとでも勝負強い2人ですのでね、この辺のタイムリーは、まあ、十分ファンの期待に応えるという感じでしたが、放送席、それではヒーローインタビューです。今日は代打そしてベテランのお二人に来ていただきました。まずは8回に試合を決める一打を放った赤井選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。さあ今日は本当にシーソーゲームとなりました。赤井選手、どんな思いで試合をベンチで見ていたんでしょうか。いや本当ドキドキの気分で、いつ自分の番が来るのかと、待っていました。はい。さあそしてあの8回の場面ですが、どんな思いで打席に向かったんでしょうか。まあ、チームのみんなが、作ってくれたチャンスをね、ものにしたいっていう一心でした。はい。あの先日自打球もありまして、まあ、ファンの皆さんは大丈夫なのかなと思うところもあったと思うんですが、そういった体の面はいかがなんでしょうか。体の面は大丈夫です。さあそしてタイムリーを放った後、ベンチのほとんどの選手がグラウンドに出ていましたが、それは見られましたか。はい、見えました。全員野球だなと私は感じたんですが、赤石選手はいかがでしょうか。そうですね、本当負けられない試合が続く中で、まあ、こう緊迫した試合で、一つの勝ちというのはすごい大きいと思うので、本当チームみんなでね、喜んでもらえてよかったです。さあここから本当に負けられない試合が続くと思います。ベテランの赤石さんだからこそ聞きたいんですが、ここから何が大事になってくると思いますか。まあ、勝ちたいっていう、まあ、強い思いと、あとはファンの皆さんの熱い声援だと思います。赤石選手、この声援です。今日も最後まで多くのファンの皆さんが声援を送ってくれました。最後にファンの皆さんへ一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。まあ、優勝するために、選手は毎日頑張っているので、これからも応援よろしくお願いします。ナイスバッティング、赤井選手でした。ありがとうございました。さあ続きまして、今日は7回に同点タイムリー、そしてもう1本タイムリーも放ちました川島選手です。ナイスバッティングでした。どうもありがとうございます。シーソーゲームでした。どんな思いで試合を見ていましたか。いやスタメンで、ね、出てる方たちが必死で、ね、やってシーソーゲームになって、まあ、途中で緊迫した場面で出場するってもう強い気持ちを持って、でやっぱ1点負けてるとこに代打で出されて、まあ、絶対打つっていう気持ちで、同点に追いつくっていう気持ちで打席に立ちました。あの7回の場面を振り返っていただきましょう。ランナーが周東選手でした。どんな思いで打席に向かったんでしょうか。いやもうその余裕はなく、自分の打席をしっかりと、あのピッチャーの来た球をしっかりと捉えるっていう気持ちで打席に立ちました。ランナーはちょっと分かんなかったです。ランナーは周東選手でした。もう今日はピッチャーもよく抑えて、ほとんどの選手がこうグラウンドに出て全員野球でしたね。そうですね、あの今日で森唯斗が30セーブ到達しましたので、皆さん声援お願いします。あの今の川島さんのお話からも、非常にこのベンチそしてホークスの選手の雰囲気、非常にチームいいと思うんですが、いかがですか。雰囲気はいいと思いますけれども、やっぱり意識しないって嘘になるんで、2位のセーブがびっしりとついてきてるんで、まあ今日セーブは勝って、まあ僕らも勝ったんで、ここからまた厳しい戦いが続くと思いますけれども、やっぱそこはお客さんの皆さんが熱いご声援を送ってくれたら絶対に突き放せると思うんで、皆さんよろしくお願いします。今お話にもありましたが、今日セーブが勝ちました。まだマジック点灯というところまでは行っていませんが、最後にファンの皆さんへ川島選手
熱い一言お願いします。はい、僕らもね、選手みんな、そしてコーチも監督も裏方さんもまた優勝したいという気持ちが強く出てきているので、やっぱりそこで優勝しないわけにはいかないので、一生懸命戦っています。いきます、よろしくお願いします。日本のタイムリー、川島選手でした。放送席どうぞ。という今日は終盤のタイムリー3本がありましたが、その3本を生んだ2人、明石と川島、この2人のヒーローインタビューでした。まあ、2人にとっては久々の、ね、打席、ちょうど9月1日以来の、ね、2人とも打席でしたが、本当に効果的なタイムリーを放ってくれました。まあ、いろいろとでも、もうベテランクラスになってますからね、彼らも思うところもあるみたいですね。まあ、そうですね、まあ、そのね、なかなかこう出番が、ね、ないことも多いですから、まあ、その1打席、その瞬間を、ね、こう大事にしているというところでしょうね。ただその1打席回ってきて、ものにする力ってやっぱりすごいですよね。さすがですね。やはり